ただいまより2020パーソルクライマックスシリーズパー優勝記者会見を開始いたしますこれで、えーえー、4年連続日本一に向けてね、えー、スタートできるなという思いで、えーえー、ほっとしているところとよしもうい、もう一度、えー、みんなで力を合わせて、えー、日本一目指そうという強い思いと。 今は両方そういう気持ちが自分の中にはあります。いやもう本当にあの頼もしい限りでよく逆転してくれたなと昨日もそうですし、今日も初回に三点取られた後にですね、やっぱそれでもこうしっかり中村君のあのツーランホームランで一気に雰囲気が変わりましたし、よしこれでいけるというぐらいねみんながはこう。 一つになってピッチャーに向かっていってくれたというところは本当に頼もしく見えましたし、はいえー、やっぱり緊張を、ね、した中で、えー、今日の試合も迎えたというふうふに思いますけど、えー、本当に、ねえー、一本のヒット1得点というのが、ね、これほどまでに、ねえー、みんなのなんんですか、ねえー、緊張をほぐして えー、100%の力を、ねえー、出せるようになるものなのかというぐらい、えー、今日の中村君のホームランはあ本当にみんなを救ってくれた、えー、ホームランではなかったかなというふうには思っていますいやもうこれ以上ないぐらい本当、えー、ね、えー、この勝負強さといい、はいえー、こういう試合での、ねえー、得点、えー、ホームランというのがどれだけ大きいかと。 いうことも含めて、ね、やっぱりこう経験を積んでいるからこそああいうところでもしっかりと打てたんじゃないかなというふうふに思いますので本当に素晴らしいホームランだったと思います。えー、特に今シーズンそうだったんですけどロッテさんに並ばれてから一気に12連勝というところであったりとか優勝が決まったとしてもそこで抜かないでねしっかりと勝つためにみんなが戦ってくれたと。 いう今までとは違うホークスの形っていうのができたのかなとうう思ってましたので、えー、この、ね、クライマックスシリーズも本当に先制をされてもしっかり、ね、自分たちの野球を貫いて虐待して勝ちたというのは本当選手の大きな自信になるのではないかなというふうに思いますし日本シリーズも、ねえーまあ、こういう勢いというかあー力が自分たちにあるんだということを信じて、ね、戦ってほしいなと思います。 やっぱりあのなかなか、ね、最初から結果を残すのは難しいという,ふうに思いますしやっぱりそうやって経験したことが、えー、次の打席、えー、次の試合という,ふうにしてしっかり、ね、中藤君も結果が出ましたし、えー、また、栗原君も結果自体は、ね、出てはいなかったんですけどあのいい経験にはなったかなというふうに思いますのでまた日本シリーズ、えー、期待したいなと思っています。けど おまあ、打つこともそうですし、盗、え、塁、ー、にしても走れる選手が多いと、まあ、そういう中でね、しっかりピッチャーが抑えて勝つという試合をしていますので、総合一緒にわたって、バランスのいいチームの中で、えー、勝ってきてるんだなっていうのは感じてます。えー、選手たちに言ってるのは、3つの準備というのは言ってますので、えー、そこは変わらずあの、いい準備をしてくれればというふうには思ってます。 いやあのこうやって、ねえー、パ・リーグの代表として、えー、日本シリーズに出れるということを誇りに思い、えー、そして、ねえー、みんなの代表として恥ずかしくない、えー、素晴らしい日本シリーズができるように選手、はい、一丸となって、えー、心一つにして、はい、日本一目指して頑張っていきたいと思います、まあ、ほっとした部分。えー、また 日本シリーズがあるのでまた次,に、ね、次のステージに進めるという喜び,で喜びというう気持ちでですすかね、はい、そうですねそ、まあ、本当に何とか勝ちたいという気持ちが、まあ、結果につながってくれたのかなと思いますし、まあ、本当にみんなで掴んだ2勝じゃないかなと思います。 まあやっぱり若い選手、えー、そしてまあ僕たちみたいなあの中堅そしてベテランの選手たちとあのすごくバランスが取れているチームだと思いますし、まあ、雰囲気もすごく、えー、明るくて、えーまあ、締めるところはしっかり締めてでできていいるのかなと思います。す、はい、そうですね、まあ、1本目はあのーまあ、ランナー1塁でしたし、えーまあ、なんとか、えー、1、3塁を作れればいいなという。えー 気持ちで行ったんですけど、まあそれがうまく、えー、ホームランになってくれて、まあ、2本目はあのーまあ、ある程度、来る球を読んで打てたのかなと思いますやっぱり、あのーまあ、打って、えー、みんながベンチから飛び出してくれますし、えーまあ、みんなのために打てて本当に良かったなと思いました。 あのまあこういう状況でもえあの球場にねあの足を運んでもらってえ応援してくれるえファンの人もいますしまた来れないねあのファンの人たちのためにもえまあみんなでえ全力でプレーするのがまあ僕たちの仕事だなと思うのでえまあそういうファンの人たちにえ思いを届けられるように日本シリーズも戦いたいなと思います。まあ、全体 的なレベルもすごく高いですし、えーまあ、ピッチャーもすごくいいですしね、あのー、なかなか簡単ではないと思うんですけれども、あのーまあ、なんとか、えー、4年連続日本一を、ね、勝ち取れるように、えー、また、えー、みんなで一丸となってやっていければいいのかなと思います。そうですねうーんまあ もっともっと調子を上げて、えー、最高の準備ができ,る、えー、できればいいなと思います、はいえー、ここまで来ることができましたので、えー、あと4つ、えー、とにかくチーム一丸となって、えー、日本一をつかみ取りたいいなと思いますそれではこれをもちまして2020パーセルクライマックスシリーズパー優勝記者会見を終了いたします。